1920シーズンの V1 リーグ女子です。先週から交流戦がスタートして各チーム対戦してこれが第4節目ということになります。プレミアカンファレンス現在1位のデンソーアイリービーズとスターカンファレンス4位の埼玉アギオメディックスの対戦です。デンソーのホームです。福島郡山市高麗屋総合体育館よりお届けしてまいります。ああこれしっかり崩していって2点目です。非常に上尾が今は調子が良くて4連勝中というこの埼玉上尾です。さあセッターの田代のサーブです。6対6崩しました。椎名見ながら打って山岸田代バックライト使ってきてシュシュになるブロックかかった。このミドルは強烈です。落とす井上上げてナビアです。これがあります。10対9としました。さあナビアのサーブです。この人もいろいろボールを打てます。ミドルで青柳でライトでシュシュニャル。シュシュニャルが今日誕生日で36歳になりました。狙いは今吉野のところです。やや重なりました。人の間でした。でシュナルがうまいところ打っていきました。強いサーブ鍋屋のところ崩したでこれブロック。鍋屋が上げました。そしてかかりますがさあ上尾がチャンスになってこれ後ろを使ってきた。やや離れてなこれが終始にある。さあ25対21、第1セットは埼玉上尾が取りました。ナベアこの落とすサーブがありますがちゃんと取りました。でライトから終始になる井上取れません。さあ上尾がチャンスでレフトシーナー、もう音が聞こえてくるほどブロックに当てていきました。落とすサーブ面白いサーブです。後ろ使ってきてまたシニアードブロックだ。かかりました。で崩しましたがシニアードさあ拾うセットアップアンダーで大室が行ってシニアードブロック止めました。さあ3点差です。返す、うん、まあ富永声かけてましたが、これで椎名が決め切りました。さあこれアンダーになって椎名のライトに上げた拾う前に行く、うん、なんとか上げる。さあ返すもう一回やり直し上尾そのままもう一回シュナルを使いました。さあ第2セットも埼玉上尾が取りました。セットカウントこれで2対0としました。デンソーがこれでチャンス東国田代が伸び上げて今度鍋屋シニアードは入れて決めていきました。デンソーこれでポイントです。これちょっと変えてきましたね。デンソーはセッター対角に鍋屋が今入ってるんですね。そうですね、はい、で両レフトが、東国と中本というところでスタートしています。ここサンティアゴ上がったよく取りました。でもう一回来る。吉野ですワンタッチあった噂。今日は本当にいいように攻撃ができているこの埼玉上尾です。ミドルだサンティアゴ。さあマッチポイントを迎えました。ニーダそしてライトに上げて最後ニーダ桃子が決めました。
3セット目も埼玉上尾が取りました。そしてストレートでデンソーを破りました。勝った埼玉上尾、これで5連勝交流戦に入って負けなし。一方のデンソーが今シーズンこれが2敗目ということになりました。 Yes, today is my birthday and I want to thank to my team for this beautiful gift, these two wins. I'm really happy and thank you again. はい、自分の誕生日にチームに勝利をプレゼントできたと思います。とても嬉しいです。ありがとうございます。Thank you.